はい、今回は田中さんのレッスンです。まあ、昨日ラウンド拝見して、はい、途中までね、結構右のミスが多くて、途中からちょっとフィニッシュしっかり取った方がいいよという話をしたら、まあ、そこから改善されてっていう感じでしたけれども、はい、自身で昨日のプレーを振り返ってどうですか？ハンドファーストに当てる意識をしたら、フェースが開いた状態で振り切れなかったんですけど、コーチが振り切るっていうアドバイスをくれてからは、ショットが曲がらず良かったです。良かったですね、はい、あのもちろんハンドファーストで当てるっていうテーマを自分で設定するのは全然悪いことじゃないですよ。例えば厚みをちゃんと加えるとかね、目的がそれをやることによって球にこうしっかりとした好影響があれば。でも昨日の段階だと長い番手も手元をこう先行させて、その結果球がフィニッシュまで振り切ってなかったんですよね。もうバンで手前に出すんで体重も右に残ってるんですよ。ハンドファーストのテーマって極めて体重右に残りやすいでしょ。手前に出すからイメージこうやって。だからコースの中でうまくいかないテーマはやっぱりその日ってうまくね、あのできないと。当然こうラウンドでなんか宿題を持ってコースに出てるんでしょうけど、うまくいかない時にはこう潔く、あもう今日はこれやめようっていうのは大事だよね、はい、途中でも変えちゃう、はい、それぐらいが大事だと思います。で、まあ、昨日話した中で、まあ、今度ね、フラちゃんというか A クラスに上がって男性の中でクラちゃんを目指すっていうこともあるので、はい、あのまあ、途中小竹里乃プロが参戦してくれたりして、はい、一緒にラウンドしたじゃないですか、はい、まあ、もちろんプロとアマなんで全然違うわけですけど、一番の差って何に感じました？ドライバーの飛距離と、うん、あとアイアンの精度が、まあそうね、やっぱり、うん、小竹里乃プロはちょっと右に曲げたとしても、うん、ちょっとラフからとかでもピンにもうバーディーチャンスにつけて、うん、やっぱレイアップじゃなくてもうパーオンしてくるアイアンの精度と飛距離がやっぱり私50ヤードとか40ヤードぐらいやっぱり置いてかる、ドライバーでは。そうだよね、はい、いやもちろん小竹プロってすっごい飛ばし屋だし、あの、まあ、精度のショットメーカーなのでそういう風になるとは思うんですけど、あのこれからもう一段上を狙うとすればドライバーの飛距離アップっていうのは当然重要かなと。もちろん今でもしっかり振ってるんですけど、まあ、ロスがないかどうかしっかりチェックをして、まあ、今の現状のスイングをね、しっかり拝見させていただければなというふうに思います、はい、なのでちょっとドライバーを打っていきましょう、はい、やっぱり飛距離はね、一番の、まあ、モチベーションだし分かりやすい成長じゃないですか、まあ、スコアはトータルなのでアプローチパターンが上手になったり、マネジメント力が増したり、例えばアイアンが上手くなってもスコアアップするわけですけれども、ドライバーだけじゃなくて全体の飛距離が上がるっていうのは長いコースでも対応できるとかね、はい、そういうことにつながりますし、もちろんデータ上飛距離アップが最も平均スコアを押し上げる効果が高いっていうのもデータで分かってるんですね、はい、なのでただ上手くなるというよりもスコアを押し上げる効果が最も高いことは飛距離アップ。じゃあ飛距離が上がれば当然打率が高いのって漏れなくないと、ね、いい当て方ができないと飛距離アップできないわけですから、そここそ分かりやすい上達だというふうに考えていただいてもいいかもしれないね。でも飛ぶんですよ、すっごい飛ぶの。もう一度今日の田中さんのその体力というかね、飛距離クラブスピードだったり当て方ね、入射角だったりの測定をしましょう。はい、どうぞ。まあ、最初はね、アップも込みで、はい、ゆっくりでいいですよ、はい、わ気にせずどんどん行きましょう、はい、はい、いいですよ。最初アップですから軽く打ってください、はい、軽く。ドライバーって今どれぐらい飛んでる感じがします？いいと108キャリーで180、キャリーで180ぐらいと思ってます、はい、はい、じゃあまあ分かんないですけどそうかもしれない。はい、今152キャリー当たってないですからね、はい、テンプラ気味です。テンプラもうちょっと長くださ160。ああ、なんかまだまだロスがある感じがする。
当たってない。当たってない。とりあえず当てましょう。はい。どうですか。当たってないです。当たってない。ドライバーの飛距離アップ、まあクラブスピードを上げて、それをちゃんとボールに当てるっていう練習は一番分かりやすいですよね。組み合わせが良ければ飛ぶから。だから練習でやるときに、単純にドライバーが今日調子いい調子悪いっていうよりは、どう調子がいいかどう調子が悪いかとか、ドライバーだから飛ばすことが目的だからしっかり振ろうとか、そういうことが明確にですね意識して練習をなさっていただく方がいいと思います。はい、ラテンシール。じゃああともうどんどん打ちましょう。ちょっと見せてくださいよ。このね、今日の当たらな具合をもうここに当たったら飛ぶわけないですね。ロスって、まあ、それはロスするに決まってますよね。はい、はい、お、175ヤード。ほんでも、うん、まあでも見てください。これでもこれ今のこんなにヒールなのに、もうこれですよ、こんなにヒールなのに、まあ10アール、まあ、これスライス系です。2849、かなりのスピンの量です。クラブスピード 37.4、 スマッシュファクター 1.36、 まあやっぱりロスは相当ある。キャリー175、180キャリーなんてもう楽勝ですよね。組み合わせで考えれば190はいくなっていう感じで、だとすると190キャリーが出せるプレイヤーが、もし陸上競技だったらですよ、ある程度高い記録出し続けられるのは当たり前じゃないですか、うん、じゃあこういう陸上競技だとして、こんなに記録ばらついたら競技会出れないじゃないですか。もう例えばだ、そういう感じですよ。ドライバーっていうのはしっかり振って芯に当てて、はい、ある程度の幅の中に飛ばすっていう、そういう競技だって考えれば、ここまで確率の悪いことそのものがすごい問題点なんであって、いうことですよね、はい、本当にそう思います。ちょっと今打率が悪い、打率はコース内だともちろんこれよりは打率がいいとすれば、まあ、もしかすればこれより軽く振ってるとかね、はい、何かミートを担保できる何らかの方法をきっと使ってるんでしょうね、はい、まあ、今緊張してるのかもしれないし、何かの要素はあるんでしょう、はい。まあ、でもこれ陸上競技ですから、しっかり遠くに正確に飛ばすという競技だと思ってください、はい、はい。162。ああ、またこっちじゃ、ヒールじゃ。そう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 、ダメじゃん。これはでもある意味分かりやすいですよね。だからしっかり振ろうと思えばミートが悪くなる、まあ相当ヒール寄りにミスが偏っているということにあんまり気づいてないですよね。まあ気づいてるんですけど、それは変な当たりだっていうことを気づいてるだけであって、はい、明確にそれだから何かをしようっていうアクションを起こしてないですよね。起こしてたらばらつくから普通は、はい、もう一回じゃあ何かアクション起こしてみましょうか。私そこ当たってますよねと。はい。じゃあ、まあ、まあ離れるとかですよね。はい。順当に言えば。これぐらいに離れよ。はい。もうじゃあそれで先っぽ当ててやろうぐらいのつもりでしっかり振る。はい。うん。今日一番とりあえず。あれでもヒールじゃ。どうして手元が浮きよ。はい。まあこれがだからこう単純に。情報ね、このミスヒットの情報に対して何かができなかったっていう問題なのか、スイングによる影響でこういう風になってるのかをちょっと見ましょうか。もしかしたらもちろんスイングの影響っていうのは全然あり得る、何回やってもこうなるっていう可能性もあり得るわけですよね。見てみましょう。ドライバーってね、なんか見方によっては陸上競技みたいなもんじゃないですか。そういう話ですよね。14回、だいたい14回ティーショット打ちます。それを300ヤード先、男子だったでしょ、少なからず300ヤードの先のヘアウェイの幅に毎回打ち抜いてくださいっていう陸上競技ですよね。で、要はそれをやりきれる、遠くに正確にやりきれれば、やりきれるだけファーストアドバンテージが取れるっていう、まずそういう感覚でドライバーって取り組んでほしいんですね、はい、でもここまでやっぱり芯に当たらないと、例えばこうやってね、幅跳びでファール毎回やってるみたいなもんだから、はい、競技成立しないっていう話になっちゃうんですよ。じゃあ見ましょう。
だから別に今のパッとこのね振ってる雰囲気ですよ、動画とかで見ないで打ってる姿だけでこの人は芯に当たるか当たらないかって判断できる人なんていないんですよ。ただそうかもしれないなっていう可能性を感じるだけで、で今のこの動きを見てもちょっと詳しく見ないと分かんないな。アドレスの体重配分、まあ普通ですよね、48.5、ほぼ五分。ただ全体の特徴としてはこの COP が真ん中付近で回転してるんで、スタンス幅は広いけれどもそれを左右の体重移動として活用しているわけではないということです。もしスタンス幅が広くて左右動が大きければこの COP はもっと動いてるはずだから、これいい悪いじゃないですよ。だからスタンス幅にが広いことはまああんまり意味はないですよね。だってそもそも体重移動しないんだったらスタンス幅狭くてもいいわけですから、これはだからこれがいい悪いっていうよりはスタンス幅が広い割に COP の動きがセンター付近になるっていうことから考えるとそうだと。だから飛ばすこと、ね、もしこれが横方向へ の移動をエネルギーとして考えてるんだったらもっと動くだろうし、まあ、真ん中付近で動くんだったらスタンス幅狭くしてシャープに回転するとかっていうことを考えればいいわけですよね。そうは思いますと、はい、これはまあミートとはちょっと比較的関係のない話ですけど、マークスイング上げた時初期に 75%、 そこから真ん中付近にもこれも普通です、うん、でそこからまあ、だから左への鋭い踏み込みっていうのはないんですよね。だらだら踏み込んでるって感じ。今まあふわーっと途中でもう五分五分になって、ここでグッて踏み込んでるっていうのも 10% ぐらいしか踏み込んでないんで、もうこれは真ん中付近で回転してるに近いですよね。踏み込んでるとかではなくて変な動きじゃないけれども、スタンス幅の広さは横方向への力強い踏み込みとかを得るために広いスタンスをしてないということだけは分かると。よく傾斜で足場を固めて動かなくするっていうことと同じ目的でこのドライバーはスタンスが広くなってます。ちょっと分かりました。ちょっともう一回打たせてもらって、左にこう移動したらいいんですか。いや、まあ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 、まあ、別にこれでもいいんですよ。ただこのスタンスが広いことはその傾斜地でこうやって足場をしっかりしてポッと打つのと同じぐらいの意味を、そういう意味だっていうことですね。そういう意味を持ってると。じゃあそうだから皆さん、もうこのホリゾンテね、横方向へのエネルギーは、まあ、私が言った通りもうニュ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 ってこれはもうどういうことかっていうとですね、トップからこのこっち方向ですね、左方向へ踏み込むエネルギーをもうこうこうちょっ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 て出してるっていう、ほとんど何もじゃって言われてるでしょ。別に何も踏み込んでない。使い方が分かってない。でもこの2つね、一番のメインの力はこの回転トルクと縦なわけです。で今ここは回転のエネルギーを使ってやってるけれども、回転のピークめちゃくちゃ遅いね。回転はいつも言うように左肩が地面と平行から右耳のあたりのこのエリアぐらいで回転のピークというのは起こります、普通ね。まあこれが遅くなった理由もここのタイミングだっていうふうにも当然考えられるし、動きね、力の順番も横回転縦っていう順番で行われるので、横が遅ければ回転も遅くなって縦も遅くなるというのは当然ながら誰にでも起こりうる傾向と。そして縦なんだけども、この縦はそもそももうボールからの距離をこの例えばグリップスピードにブレーキをかけようっていうための縦ではないですよね。この縦はこのままだとダフるから離れようという意味での縦なので、力は大きいけどあんまりクラブスピードに対してのプラスね、その大きなプラスの影響っていうのはないと思います。うん、このスイング見て思うのは、田中さんってめちゃくちゃロスがあるんですよ。めちゃくちゃロスがあるんだけど、それをこううまくなんかこうやりくりして打ててるっていう感じで、そのもっともっと飛びます、はい、もっともっと全然飛びます。これはこうあまり細かいことをね正直言って言っているも、それこそこう連続打ちだったり
やることで足踏み動作と腕振り動作の、ね、動き細かいところ一個一個やるとね意外とね難しいんですよ、うん、難しいし伝わらないしできないんですよ。だからこれを一番単純に日々繰り返していっても少なからずですよ5年後今よりはいい動きになるっていうふうに考えていくと連続素振りとか連続打ちのような基本的なトレーニングっていうのが最も有効です。だから田中さんにはそれをこうであってもちゃんとそれをコントロールできる実は力があるんですけど、まあ、今はまだまだロスが大きいと言えます。まだまだロスが大きいということが言える、ちょっとこのクラブのモーションに関してちょっとギアーズでもファッと見てみたいな、はい、はい、じゃあ見てみましょう。振ったった、うん、まあ、この軌道とかを明確に今ターゲット設定してないんで分かんないですけど、まあ、インサイドアウト 1.32 入射角 1.12 ダウン、まあ、非常にシャロー、ね、体が伸び上がるからですよね。フェース2パス開いてる、フェースの回転量も遅めシャット系なのでそういう傾向があるのかな、うん、ここですよね。これ当たるまでグリップスピード上がり続けるでしょ。だから何か効率的に物を叩くっていう動作じゃないんですよ。だからこれ手の動きにも大きな影響があって、これはもうごめんなさいね、今の田中さんのクラブスピードを上げる方法っていうのはグリップをいかに速く振るかとクラブスピードを速く振るかが連動してるんですよ。だから今のグラフは何を示してるかっていうと、ここで仮にクラブスピードが、うん、まあいいです、単純に50だとして、グリップの最速とクラブスピードの最速が一致してるんで、私が今やってるみたいな雰囲気なんです。あ、こうやってだから飛ばそうと思うとグリップを早く振るっていうことをやるんですけど、グリップは早く振るんですよ。ここまで早く振ってここから減速することによって効率的なスイングスピードを上げられるんですけども、よくこれでこんなに飛ばせるよっていうのがまず第一そう、だからそういう意味ではすっごい能力を秘めてる。だこれは運動の仕組みの問題だから、ちょっとね、あの今ちょっといろいろ見たんですけど、あの本当に連続打ちとかをやった方がいいかもしれない。こっち重たいもんをブオーってしようだけしやね、こうしなってっていうか、この体と道具を使ってないんやね。そうです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 、アイスホッケーのスティックでこうやって打ってるのと一緒です。だこれは確かに、状況下にライン出しとかそういう状況だったらポンみたいな運動もいいかもしれないですけど、今の動作はまさに、うん、っていう動作で、そう見えてますよね。皆さんもそう見えてますね。こうやって振ってます。そうやって振ってるでしょ。振ってる。そうそう、だからそうじゃないんですよと。そうじゃないんです。一応だからここはね、田中さんはこうアスリートだからそのまま常識を言います。常識を言います。こう左胸の高さに来た時に、一応セットアップ時の角度よりも左胸の高さに来た時には左腕とそのクラブはまあ約90度ぐらいの角度が作られてくると。で切り返した時にその角度はもうちょっと深く、まあ、深いためというかですね、その90度の角度以上の角度に瞬間入ります。そしてざっくり言います、だいたいおへそぐらいの高さに来た時にこの角度は徐々にこうほどかれてインパクトまで向かうという感じです。まあ、動きの常識としてね、少し胸ぐらいの高さで90度の角度、そして切り返した時にちょっと深くなっておへそもしくはベルトぐらいの高さまでキープ、力づくにキープするというよりも動きの中でその角度が残ってる、ほどかれてないっていう感じね。うみたいな感じじゃなくていいです。流れの中でそこからリリースっていう感じ。この素振りできるかですよね。うんみたいな、力がありすぎてそうやって触れちゃうんだよね。はあ、分かり。ここら辺だけが硬くて、こっちからはこう。そう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 。だからイメージね、イメージ。昔こうやって小学生の時にね、小学生の時にこうやって鉛筆が曲がって見えますとかってやるじゃない。あれと似てるんですよ。あれと似てんの、切り返しのコツって。だからこの棒が硬いけど、ほらほらこうやってやると、ほらこれ柔らかくなるみたいな、あれとよく似ていて、これをやってね。私はこうやって今の私はこうやってやって
みんな全然、いやもう全然曲がってねえしって言われてる感じと一緒。はい、これをこう使うことで硬いシャフトが私は柔らかく見せてますよみたいな、ちょっと周りからそうやって見えてるような動きをしようと思ってもらうだけです。その柔らかい動きと体の動きを合わせてるっていうことを目的として練習してください。なんか当たらない感じがしてしまってそうやっぱりこうやって、うん、当てようですよね。なんかこう、うん、そうだからアプローチとかパターのそれを使わない分野が得意なんですよ、うん、でもそれより使う、それ以上に使う分野は距離を失ってるけど上手に打ってるっていう感じじゃないですか現状、うん、そこはね運動のやり方がちょっと変わるんですよ、うん、いいですね。そっか、いやなんか、まあ、ちょっとねここから先っていうのはすごい長い時間がかかると思うんで、まあ今回ねこういうラウンド後にやっぱり見るっていいね。傾斜とかだからね、動かさんもんとか傾斜とかはめちゃめちゃ得意です。勝手にでもそういう変な動きせんと固定した動きもうすっごいつま先下がりでもうここだけ動かすとかいうのはめちゃめちゃ得意なんですよ。そうなんです。だからそれはあの功罪があってね、当然今のような動きをするからこそメリットになる、メリットになる分野動きっていうのね、うん、ショットがあったり、それをやることによってミスショットが出たり飛距離失ってるね距離とかっていうのもあったりするわけで、このあたりが使い分けられるようになると、まあそれこそなぜ小竹リノプロが飛ぶかって、めちゃくちゃリノってすごいから、こういうターミの使い方の達人ですから、だからああいう感じに、まあ、できる範囲で持っていくっていうことですね。急にならないですよ、はい、でも自分としてはこういう自分のクラブを持ってほら曲がって見えるよねって言って、曲がって見えるとかっていう、こうやって素振りをしてるような雰囲気があって、それを管理する練習をする始めることが大事かな。はい、分かりました。分かりました。じゃあ、まあ、まずここからスタートで練習しましょうね、はい、でまた次回これをご覧の皆さんが、あ、なんか前より柔らかく振れるようになったなとか、そういうのが見ていただければ、そこが一つ成長なんじゃないかなというふうに思います。今回ありがとうございました。ありがとうございました、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。